いつもどこかが筋肉痛つかさかずきです。間違えた。いつもどこかが筋肉痛、カラオケ酒場歌丸屋のかずきです。じゃじゃーん、よろしくお願いします。久々の料理動画ということで、料理をね作っていきたいと思います。今日の食材はこんな感じです。はい、今日は至ってシンプルな、パスタ、料理をね、作っていきたいと思います。シンプルながらすごい奥深いので、まあとてもね、美味しく、できると思いますので、まあぜひね、まあ、この動画参考ってわけじゃない、ですけども、なんかこうね作ってもらえたらと思います。いや、とにかく今日もうね、あのお店の中、今日はあのカラオケ酒場で、歌丸屋で撮ってますけども、めちゃめちゃ暑いんですよね。その暑い中ちょっとね火を使っていこうかなと思います。それではね、早速作っていきたいと思います。パスタをね、茹でる時の塩の分量は、お湯の量に対して約 1% ぐらいですね。なので、まあ大体今日はこちらのね、2リットル、ぐらいのお湯なので 20g ね、20g、結構 20g って結構あるんですよ。あの料理の塩味が足らない時にこの、茹で汁を結構入れたりとかするから、これしっかりね、あの分量守った方が美味しくできるかなと。 OK、 さあ、お湯を沸かしてる間に、このね、食材、たちをね準備していきたいと思います。使う材料ね、こちら、プチトマト、プチトマトの方もね、ちょっと、ね、半分に切って、で、このニンニク、ニンニクも本当は今一かけらなんですけど、ちょっとこの今日のはなんかこう小ぶりなのがいっぱいついてる感じなので、そして今日今夏なんで、ちょっとスタミナしっかり入れるためにニンニクをね、4かけら、使います。薄切りにして、調理、下準備、していきたいと思います。はい、ざっくりとね、切り分けました。プチトマトはね、半分で切ります。半分でね、で全部で、まあ、1人前なんで今日は5個使ってます。使いやすいようにちょっと器に分けて入れて、で、あとに、ね、投入していきます。バジルなんかも最後にね、こう添えるだけで全然なんかまるでね、イタリアン料理屋さんのような、とても本当ね上品な味に仕上がると思います。やっぱり料理ってこう何でも一手間加えるとね美味しくなると思いますので、ぜひ入れてみてください。あと今日は、トマトソースなので、カットトマトの、缶詰で入れてください。旨味成分がねさらにグッと美味しくなると思います。ね、お湯を沸かしている間にちょっとね説明していくと、まずこの、ソースを作る時の、オイルと、あとまあ仕上げ用のオイル、今日は2種類、用意してます。まあ、別に特にその味の、まあね、追求っていうか、そういうのが気にならなければ、まあ、ずっとこのピュアオイルだけでもいいと思うんですけど、まあ、仕上げにね、本当にこうエクストラバージンオイルを入れた方がグッとね、まるで、イタリアンレストランの美味しいね味になると思います。ちょっと片手でね、ちょっとカメラ持ちながらであれなんで、ちょっと雑に見えちゃうかもしれないんですけど、お湯が沸いたんで、これから、パスタの方をね、入れていきます。よいしょ。もう塩がね、さっきの 20g 入ってます。タイミングで、ソースを作っていきます。まあ、大さじ 1.5 から、まあ、2ぐらいの量ですね。もうちょいかな。で、まず
ピュアオイルを入れていってここに、ニンニクを入れていきます。投入します。ニンニクを入れるとすごい、ね、香りも際立つ感じで、まあ、食欲もそそるし、まあ、体にもねすごいいいと思います。元気が出てきます。でだんだんね、香りも立ってきて、ニンニクの色がうっすらね、つき始めるぐらいまで炒めます。さあここでね、プチトマトを、入れていきたいと思います。僕のね、なんか同級生、あの小学校1年生の時よく遊んでいて、子がですね、子がっていうか、まあ、人がなんとね、イタリアンレストランだね、料理長になってますか、一緒になった今度ね、本格的なイタリアンを、コミットシェフに、教えてもらわないとな、まあ、そんなこともしてくれないかもしれないなんてね、対価をお支払いして料理教室やってくれないかなって密かに思ってますけどね。さあだいぶプチトマトもね、すごい柔らかくなってきて、でニンニクの方も色をついてきたので、このタイミングで、カットトマトのを入れていきたいと思います。片手でやってるのかな、なんか綺麗にいかないですけど。さあ、これで結構分量多く見えるんですけど、だんだんこれを、煮詰めていって、味の整えつつ、で麺が茹で上がったらここに、麺を、パスタを投入して、仕上がりになります。さあここからね、どん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 煮詰めていきます。だんだんね、ソースもだんだんこんな感じで、煮詰まってきて、とろみがね、出てくる感じです。で、麺の方は、だいたい、アルデンテよりちょっと手前ぐらいですね。芯が残ってる、感じが残ってて、で、ソースと後で絡めるから、その絡める時間も、考慮して、ちょっとね、茹で時間を、短めにね、していきます。まあだいたい2分ぐらい、多めに見ていきます。じゃあ火の方を止めて、こっちのねソースの方に移っていきます。ちょっと両手使えないんで一回止めます。さあ、麺とねソースを、絡めた、ました。ちょっとあまりにもね、片手だとカメラ持ちながらだとできなかったんで、はい、でこれをね盛り付けていきます。お皿もね、ちゃんと用意しておいてください。で、やっぱりで、定食屋さんのね白いご飯でも何でもそうですけども、やっぱり定食屋の白いご飯もなんだろうな、こうベチャって盛るんじゃなくてね、ふわっとねご飯が柔らかそうに、盛っていくと思うんですけども、コパスタの場合はこうね高さをこう出してって、出しこうなんか食事 の, 提供ね、料理の提供をした方が、まあ、見栄えもいいですしね、そういう風にね、少しでもこうおしゃれに見えるように、盛り付けたいと思います。はい、盛り付け完成後です。こんな感じです。最初にパスタを持って、最後に、具をね、具材を乗っけてあげる、優しく乗っけてあげて、で最後にバジルをね、添えてあげます。こんな感じです。